オリオは、スペインバスク州ギプスコア県のムニシピオ、ウロラコスタ郡に属している。オリア川が、ビスケ湾のカンタブリア海に注ぐ河口から 1.5km の距離にある漁村である。2017年の人口は5,857人。面積は9.81平方キロメートルであり、2017年の人口は5,857人である。 人口のうち約4000人は、中心市街地に居住しているコンパクトな町である。自治体の最高峰は、標高362メートルのククアリソンである。南や西は、アイアと接しており、東は、ウスルビルや、サンセバスティアンと接しており、北は、ビスケー湾である。西3キロメートルに、サラウツがあり、東10キロメートルにラサルテオリアがある。 ギプスコア県の県とサンセバスティアンまでの距離は1 5トルバスク鉄道海岸線の沿線にあり、東側のサラウツやスマヤなどと、西側のラサルテオリアやサンセバスティアンなどと、鉄道路線で結ばれている。道路交通では A-8 号線がバスク鉄道と並行しており、サンセバスティアン都市圏と結ばれている。オリオの町と、 オリアカは最後のセミクジラ捕鯨バスク人による捕鯨の歴史において、大西洋セミクジラが最後に漁獲されたのは1901年のことであり、オリオでは5年ごとにこれを象徴する祭礼が開催されている。この年の最後の捕鯨については、シンガーソングライターのベニートレルチュンにも歌っている。1980年7月13日には、オリオ近郊の軍事工場で、 テロ組織バスク祖国と自由が治安警察隊員に銃撃、手榴弾攻撃を行う事件が発生した。この事件では二人の治安警察隊員が死亡、三人が負傷したほか、バスク祖国と自由の活動家二人も死亡した。1980年はバスク祖国と自由による犠牲者が最も多かった年であり、バスク地方では8月20日にビスカヤ県、 マルイコールシェメインで4人の治安警察隊員が殺害される事件などが起こっている。トライネラのオリンピックをリオ伝統的に漁業が主観産業であるが観光業の発展により漁業は重要性を失った。町とビスケーワンとの間にあるかつての沼地にはホテルや別荘やキャンプ場などが建設されている。ビスケーワン岩における伝統的ボートであるトライネラは今日でも活発であり、 クルブレもオリンピコオリオが活動している。オリンピコオリオは、スペイン国内選手権で15回優勝した強豪であり、黄色の船舶に乗船する。オリオのクラブは遅くとも1879年から活動しており、1965年6月に正式に設立された。ありがとうございます。